8月31日月曜日です。気分軽快孫悟飯の今日も PON。 はい、皆さん、 GTCO の孫悟飯です。どうぞよろしく。毎月月末は、必ず食虫植物3種の、動画をアップしています。まあこれは、まあ、恒例ということで、まあ、正直、まあ、面白くはないのですけれども、まあこれは僕の、まあ、ために作った僕のために作ったような、まあ、動画です。まあ、記録を残しておこうということです。では、早速、食虫植物を見てまいりましょう。もう外はもうあれですね、秋の虫が鳴いています。ただいまの、室内の気温は 29.4 度です。まずは、ウツボカズラです。すごいです。ほら、1ヶ月でこんなに、ツボがね、もうできました。いくつあるんでしょうかね。1、2、3、4、5、まあ10ぐらいあると思います。これ、いや別、これね、特別になんか肥料をあげたっていうことはないです。ただまあ午前中日光当てて、まあその後はまあ日陰っていうことで、まあ、まさかこんなに大きくなるとは思わなかった。まあこれは大変、もう、生育が良くて、もう素晴らしい。じゃあ続いて、これですね。ハエトリグザです。まあ、枯れてはいないんですけど、なんか生育がいまいちですね。葉っぱも、小さいものばかりです。まあ、この夏が過ぎれば、まあ、涼しくなるので、大きくなることを、期待しています。はい、では最後にモウセンゴケです。モウセンゴケ、元気がありません。まあ新芽が出たんですけれども、肝心な粘着物質がなくなってしまいました。まあいつも、まあ、愛知県は35度を超えた日が多く、まあ、暑さに耐えきれなかったんでしょうか。でもその割にはこれ白い花が咲いてるんですよ。季節外れなんでしょうか。これ2月3月咲いたんですけど、また8月にも咲いてるというね、これ1年に2回咲く花なんでしょうか。と言いつつもまたね、ここにもね、ちょっとここにもちょっと花が、花っていうかちょっとわかるかな、ちょっと花らしきものがちょっとあるんですよ。花の茎が、うん、ちょっとこれはちょっと怪しいですね。今後はちょっと生育が。今日は食虫植物3種の動画でした。進行役は GTCO の孫悟飯でした。